お、嬉しい。この時間なら見れるから嬉しいって。そう、ちょっと今日は、今週は早めの時間帯です。朝早く起きて、ちょっとダンス練習をして踊ってみたら、めっちゃ気持ちよかった。いいですね、朝から踊るって。おっはー、見てください。今日はラプンツェルのコップに、豆乳コーヒー作った。おはよう。朝からランニングのテンションで踊ってみた。いいね。髪の毛しわれるけど、めっちゃ落ちてくる。早くしてるからみんな起きてくるかな。起きてるか。みんな何中この時間帯、7時半前何中ですか。寝れたよ、ちゃんと寝れた。あ、通勤途中。一日長さだけど頑張ってねって。優しい、みんなもだよ。でも一日長い方が楽しいよ。もう会社にいますだって。早っ。寝れなくてずっと起きてるよって。心配。まだお家にいますって。早いね、7時半に通勤。でも7時半だと人少ないんかな、勝手なイメージ。8時ぐらいが電車混むイメージあるから。どうなんでしょう。おはよう。シーツを洗濯しました。聞いてへんのに朝ごはんを紹介してくれてるから、じゃあみんなに聞いてみようかな。コーンフレークとトーストでしたって。なんか海外っぽいね。私は多分これですね、豆乳コーヒー、コーヒー豆乳。まだな人多そうやけど。パック下手くそだな今日。お、コーヒーとプロテインです。かっこよ、プロテインって。朝ごはん抜きでしたって。飲み物は飲んでね、ちゃんと。朝ごはんチーク。みんなの朝ごはんなんですか。まだお布団の人おったわ。ありがとね、見に来てくれて。これ通知いってんのかな、フォローしてくれとったら。ショールームの配信、なんか1回目は行くんやんな。2回目以降は行かへんって聞くけど。通知行くのね。パン2本、サンドイッチ。いいな、簡単に TKG ですって。いや TKG って最高に美味しいからね。私も昨日のご飯、卵かけ納豆ご飯、まだハマってるよずっと。
プロテインの人多いね。プロテイン美味しい。なんかさ、この前の公演でさ、懐かしの泉がね、剣道松本っていうプロレスのやってた時のことを挙げてくれてんけど、多分ほとんどの人が分かってなくてで当時のやつをファンの人が公演終わりに引用リツイートでこれだねってやってくれとってんけど、めちゃくちゃ懐かしくて恥ずかしくてちょっと自分もできんかった激恥。あれちょっとある意味黒歴史な気がするねんけど、別に悪かったことはないねんけど、ただそこまで知られてへんし、ただただムキムキになって大きくなった、ガタイが。っていうのがあって、でもコメントとか見とったらな、その時から当時からずっと、あ、応援してくれてる人もおると思って、むしろその後から応援してくれてる人の方が多いと思うんだけど、コメント見てて、あ、この時からずっと一緒にいてくれてる人おんねやと思って、なんか嬉しくなった。昔のツイートを見るとコメントね。だからみんなコメントしっかりしてね。あ、そうね、何事も経験だよ。だからやってみて思った、あ、私って激筋、めちゃくちゃ筋肉質なんやと思って、気をつけようって。ただ体を動かすのは楽しいよね、何どんな運動でも、ダンスもそうやけど。あ、ウォーキングいいな、行きた、散歩だけでもいいよね。なんです、それではここでココチカちゃんです。今日のお昼までが3じゃないよ、収録の 1+1 は3じゃないよ、東海ラジオ。お便りが今日の正午までなので、みんな何でもいいから愛いっぱいのメッセージ送ってね。土曜日は、今週の土曜日は幕張でトーク会や握手会なので収録放送になっちゃうので、皆さんお便り送ってください。読まれそうだなって、これ三木さんがチョイスしそうだなって、三木さんじゃないのかな、わかんないけど、チョイス、スタッフさんにチョイスされそうだなっていう内容を書いたら選ばれやすいですけど、意外と、え、なんかそれ選ばれんのみたいなやつも選ばれたりするので、とりあえず送ってください。やっぱり私が知ってる名前の人がいるとすごく嬉しいので。えらい、昨日送りました。あと、サマーツアーのグッズが明日までなので、うちわと名前入りキーホルダーはメンバー指定できるので、それは確実に2つゲットしてください。チケットのさ、受付いつから始まるのかな。6月かな。サマーツアー。あ、そうそう、忘れた、今日の夜の配信も告知しようと思った。今日の何時、9時頃だっけ、夜配信あるんです。でもまだ何々内容あるか台本が届いたのでわかんないんですけど、今日の夜なんか解禁しちゃうみたいです。見てね、あ、9時半頃なんだ、見てください。 YouTube かな、ありがとう。いや、私のマネージャーさんがいっぱいいるねんけど、9時半からです。チェックよろしくです。そう、サマーツアーのことだよね、うん、のもろもろ解禁があるので、よろしくお願いいたします。遅いね、
時間が。まあでもその方がみんな見やすいか。よろしくお願いします。以上、ココチカちゃんでした。うん、確かに今日チケットっぽいな。予想しよう。多分チケット関係の解禁だね。またグッズも言うだろうね。絶対そうだわ。昨日ゲッターズさんから LINE が届いてさ、それの言葉が染みすぎて、メールで送ろう。めっちゃ染みてさ、クーってなった。クーとは、いやもうすごい響いちゃってます。今日の運勢見ようと。今日のラッキーフード、玄米ご飯。玄米か。